ジュームズイジェンリース。今日はね、クラゲ猫の YouTube は何がいけなかったのかと、クラゲ猫の YouTube 何がいけなかったのかということをね、偉そうに語ってみたいと思います。はい、まあ何がいけなかったっていうか、もともとクラゲ猫のあれでしょ、YouTube はスパーで伸びただけだから、もう面白くはないよね。私は見てないですけど、そもそも、まあ、面白くはないでしょ。ただいろいろね、頑張って勉強されてたんじゃないですか。サムネイルとかさ、サムネイルとかちゃんといじってるでしょ。あとなんかルーチンとかもやってたし、やっぱ一応こういろいろ頑張ってたんじゃないですか、偉そう。でたださ、何なんだろうな、その Vlog なんでしょ。だから Vlog がやりたいんでしょ、クラゲ猫は。 Vlog なんて人が見て面白いもんじゃないじゃん。でもさ、それがやりたいんだったらいいじゃん。やりたいこと、クラゲ猫のやりたいことは Vlog なんだったら、別に再生数なんか気にしないで、我が道を行けばいいんですよ。そんな人が見て面白いことと自分がやりたいことが合致することなんて、なかなかないでしょ。わかんない。なんで Vlog がやりたいのかよくわかんない。Vlog やりたいっていうのはすごいナルシストだからやりたいなだけだと思うんですけど、基本さ、だってさ、誰だってそうですけど、そんな、おっさんのことなんて興味ないじゃん。誰も。他の人が、その YouTube 見てる人が、クラゲ猫だろうが誰だろうが、おっさん、その辺の一般人のことなんか興味ないですよ。超有名人とかカリスマなんとかだったら別だけど、その一般人の なんちゃれなんか何も興味ないんだから、そんなので人気は出るわけないじゃん。そんなのは簡単にわかるじゃんね。それでも Vlog やってたんだからね、なんかおかしなこと、その Vlog やってると超伸びると思ってた。あの動画一応伸びると思ってたんですかね。やった、今まではバブルだったでしょ。うん、でもね、やめてっていうか、その減らして笑うのに時間を振り分けるってね、限られた人生のリソースを振り分けるっていうのは悪いことじゃないと思います。Kindle 本と何がやるんですか。なんか Kindle 本と何がやるって言われたけど、 Kindle 本ね。最近なんかあれじゃない、なんかブログにさ、 YouTube のところからリンク貼ってるから、ブログを結局読んでほしいっていうことなの。ブログも超オワコンだと思うんですけど、ね、ブログも超オワコンだと思います。 YouTube より100倍ぐらいオワコンだと思いますけど、クラゲさんはもうね、 YouTube 収入なしで何をしていけば、何をしていく、何をして生きていくんですか。 Uber Eats 以外でUber Eats 以外で何をして、彼女を食わせていくかね、すごい責任重大です。クラゲさんは無職だけど、無職のクラゲさんの無職の方には、なんだっけ、親の介護と、なんか彼女を養っていくというすごい重荷があれなのでね、うん、まあでも株式の温存するだけなんで、やっぱりこうポイントとかね、節約とかでがっつり頑張ってね、なんていうか、そういうもんらしいから、人生っていうね、いろいろなものを背負ってなんかこうね、たどり着くシースポーツの神話みたいなやつでしょ。頂上まで行ったらもう一回やり直しみたいな感じで、それ死ぬまで頑張るのが人間なんで。何が良かったのかよく分かんないですけど、うん、まあね、でもさ、そのさ、 YouTube にそんってか、だからそのさ、すごいね、毎日働いてて、ブラック企業に勤めてて働いてて、あれだったらさ、その自由になる時間とかってさ、ほとんどないじゃん。でもクラゲちゃん働いてないんでしょ、Uber Eats以外働いてないんでしょ、時間いっぱいあるじゃん。 YouTube もやりつつできる、 YouTube 片手間に毎日更新できないですか。YouTube も片手間に行く、毎日更新しつつ、キャンプ、車でキャンプしつつ、 Kindle 本書きつつ、てか Kindle 本書く動画作ればいいんじゃん。ね、まあいろいろなアンチと戦っておられるようだから、アンチとの戦いとか動画すればいいんじゃん。アンチとの戦いを動画にすればいい、アンチを訴える動画とか作る。ね、すごい、やばい、縦横無尽なアドバイス素敵さいちゃん。バイバーイ。